K1 公式 SNS では K1 の最新情報をはじめ、各 SNS でオリジナル動画やコンテンツを随時配信中。フォロー、友達登録してパソコン、スマホで K1 を楽しもう。俺自体は、まあ、3連敗し、ね、二重してっから、まあ、次は絶対に負けられねえって負けられないんだけど、まあ、そのストレス、3連敗のストレスで今こうやって頭がはげちゃったんだけど、うん、カッパって言われてっから、まあ、それは今回は打破していこうと思ってる。自分のその不甲斐なさを感じているところですね。やっぱりラウェイ愛してらっしゃる皆さん、日本にもミャンマーにもたくさんいるんですけど、そういう方にもやっぱりもう早く結果出して、ラウェイはやっぱり強いっていうことを証明したいですね。今回勝ってくれると試合では俺がボコボコにしちゃったんだ。ああ例えば、はい、それで、でもそれこそラッキーだ、当たればラッキーみたいな、はい、ラッキーパンチです、やっぱラッキーパンチ、はい、ケース、はい、あと回転技あるよ。そうですね、楽しみにしてるよ、回転技出ちゃうよ、回転技。初めての試合、みんな話してやろうぜ。よっしゃなあ、ゆうお前さ、白までやったじゃん。はいはい、今日結果出してやろうぜ。よっしゃみんな勝たしてやろうぜ。よっしゃ行くぞー。よっしゃ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 しゃーだっす。Oh!
合は度重なるローブローにより堀井翼選手が試合続行不可能となりましたため、赤コーナー堀井翼選手の反則勝ちとなります。この試合に関してたくさんの方楽しみにしていただいたらと思うんですけど、そのまあ皮肉な結果になってしまって、まあ、自分が言うのも本当申し訳ないんですけど、その堀江選手が常々煽っていただいてた通りの金的対策手つきっていうような感じになっちゃったんで、申し訳ないなっていうのと、まあ、わざとではないってことはちょっと言わせていただいて、必ず格闘家として成長した姿を見せます。僕は格闘家としてしか生きられないってことをこの期間で学んだので、どうかこれからも応援のほどよろしくお願いします。はい、以上をもちましてクラッシュ130一夜明け会見をお開きとさせていただきます。皆様本日はお忙しい中ご視聴いただきありがとうございました。あ、俺呼ばれてないけど、会見に来ちゃいました。あってことで、どうも、ねえ、なんで勝ったのにみんな俺を呼ばないのかがなんだか全然わかんねえんだけど、まあ昨日はラウェイルールでは負けたけど、まあ、K-1 ルールでは負けてないし、なんつうんだろう、あ、まあ怪我の具合に言ってももう明日とか明後日にはもう試合できるから、もう逆に言ったらもうガンガン俺は準備満タンだから、あ、そんな感じで今日は記者会見に遊びに来たんだけど、あの中村プロデューサーにお聞きしたんですが、あの再選をアピールされてるんですが、これについてちょっとまあ勝手に入ってこられてコメントとかされてるんで、もうね、終わりましょう。はい、終わりましょう。まあということで、なんかまあ呼ばれてない勝手に会見しちゃった来たんだけど、まあ俺全然ピンピンしてるから次の試合期待しとけよ。